そういうことは特に関係ないので、はい、一発勝負でございます。もう敗れればもう即地球に帰らないといけないというねゲームでございますので。そうですね、はい、やっぱりこの空間面白いですよね、はい、はい、やってる方と見てる側はちょっと全然違うと思うんですけども、うん、配信見てる方は面白いですよね。宇宙空間に飛び込んじゃう時もありましたから、ね、はい、前回とかは。また前回と少し違う点はですね、まあ、ゴール下にショットクロックが見えてますか、皆さんも12という今ね掲示がありますけれども見やすくなりましたね、はい、それと今回は赤、テーマカラーが赤に変わってます。そしてなんといってもフロアです。実際のプレミアで使用しているこのフロアを持ち込んでの宇宙決戦となっております。もうちょっと早く来て、うん、シュート打ったりドリブルついたり、してみたんですけど、はい、やっぱちょっと懐かしいですね。懐かしいですか、このコートで、このやるっていうのが、うん、はい、まだね去年まで、バリバリプレーされておりましたし、はいはい、ちなみにまあ今日はねそのフルス東京ヴェルディ .fm もこの後登場しますので、はい、楽しみですね、はい、さあコート上です。ピンクがベーレ .exe、 パープル&ブルーがシールズ .exe のゲーム、ゲームスタート。ではゲームまず序盤見ながらロスターを紹介してまいります。ピンクのベーレ .exe、 1番佐々木隼人、5番根木博明、8番小辻和樹、4番森田洋介。シールズ .exe、21番中村雅宏、4番岩佐淳、13番遠藤信弘、96番黒田優、以上のロースター。ナイスキープ、ボールはネキ。コツジショットクロックバイオレーション、シールズはインサイドが強力ですね。はい、そうですね、はい、来ましたね、ミスマッチ来ました。この強力インサイド陣と言われている一枚が黒田優、96番。その黒田へプッシュプッシュ、遠藤とのキックアウトで2ポイント。佐々木へシュートに対するファールをコール。この佐々木選手も昨シーズンベーレ .exe でプレイ、過去2年間はこのチームですね、東京のストリートボールシーンでも活躍中のプレイヤーです。去年のシーズンですね、はい、ベルディの時に、このベーレと対戦をして、はい、延長になったんですけど、4番の森田選手ですね、うん、に、ノックアウト、あ、ノックアウトですね、はい、2点ズドンと決められて負けた思い出があります、ね、なるほど、はい、このチームスコアラーは森田選手と、 その森田選手から、はい、合わせてネキ、ナイスショー。このネキ選手も2014年のこのダイムドットエグゼで優勝を経験しております。中村選手いいですね、ですね、はい、ディンス頑張ってます。もう一枚のインサイド、おシールズ21番の中村雅宏選手登場です。さあここで
このラインナップ来ました、ね、ラインナップ来ました、はい、でかいですね、2人とも2人とも学校の先生ですからね。なんと、はい、まだ生徒にいいところを見せたいですよね。本当ですね、はい、ちょっと生徒の方もね、ぜひと先生頑張れとのコメントをお待ちしておりますので。そうですね、もうこうやるんだぞってこう、見せてほしいですね、はい、その黒だ、ダークロです。うわ強い、いやインサイド。黒田選手は習志野高校の、はい、バスケット部の方を教えているんですけど、はい、高校の先生ということですね、はい、こう見えて優しいんで、みんな入ってねって言ってましたね、はい、そうですね、習志野高校に進学するとね、優しい黒田ダークロ先生が待ち構えているということですね、はいはい、このでは中村先生は、中村先生は中学校の先生ですね。中学校の先生、はい、そのちょっと進学ホットライン、ね、見てみたいですけどね。そうですね、はいはい、千葉県の学生はちょっと、はい、注目ですね、はい、じゃあこの先生がこういう舞台でプレーするというのもね、楽しみなもんでございます。中村選手、僕大学がちょっと同期で、はいはい、もうよく知ってますね。フィジカル自慢ですか。フィジカル、そうです、すごかったんですよ、うん、大学すごかったって言い方あれですけど、はいはい、学生の時から外国人の、はい、当時の JBL の選手相手にも、押し負けなかったですし、はいはい、リバウンドが強いですね、うん、逆にベーレの方は、はい、スピードとか外のシュートを使って戦っていきたいですね、うん、はい、ここで TB タイムアウト、ゲーム再開です。得点は5対6、ピンクのベーレがワンポイントリード。佐々木クオウ、ナイスディフェンスでしたね、はい、しっかり手を上げて、うん、このベーレドットエグゼもメンバーは比較的小柄なチーム構成ですので、よりこう際立って見えますね。そうですね、ビッグのワンツー、岩佐、この岩佐選手もいわゆるストリートレジェンドです。ルーツはファーイーストボーダーズ。もちろん5人制でも活躍、海外でのプレー経験も豊富です、岩佐選手。ここはリスタートを妨げたという判定。今のコンビネーションは良かったですね、はいはい、インサイドで攻めて寄ってきたところを合わせるという形ですね、はい、おそらくこういうプレー何度も見られるんでしょう。今度はベーレがナイスプレーでお返し、遠藤、岩佐、これは2人でグッディーです。ナイスセンスですね。タイムアウト、タイムアウトはベーレドットエグゼ。ここで 3x3 ドットエグゼプレミアよりお知らせです。 3x3 ドットエグゼプレミアでは2021シーズンに向けて新たにリーグへ参入を目指すチームオーナー様を募集しております。他のスポーツにはない独自のオーナー制度により、低コストで誰でもチームオーナーとなり、マーケティング活動や地域活性化への活動、地域を代表して日本一、世界一を目指すことが可能となります。来シーズンの募集につきましては申請締め切りが迫っております。ご興味のある方は YouTube 公式チャンネル概要欄に記載のリンク先よりお問い合わせください。ゲーム再開です。
接戦です。わずかに2点のリードはピンク。今ネキ選手スクリーンかけたんですがちょっと動いてたと捉えてオフェンスファールになりました、ね、なるほど。ムービングスクリーンの反則でオフェンスファール、攻守交代です。黒田、リバウンド強いですね。強いですね、はい、制空権はもう完全にこのシールズドットエグゼブルー。ナイス2ポイント、森田選手の2ポイント。クー、守った、ファールかファールかじゃないかちょっと紙一重なところもあるので、はい、まあ、そこはうまくレフリーがどう吹くかっていうのをちょっと判断しながらやれるところまでやる感じですね、はい、2ポイント遠藤の2ポイントがヒット。この遠藤選手もシールズではしっかりとこの 3x3 経験を積んでおります。悔しそうです。興奮を経過、ツーポイント、ボールムーブがいい、ツーポイント、これで同点、追いついたぞ、シールズドットエグゼ。おお、小辻選手ナイスプレイ。岩佐、ベイルの佐々木選手と中村選手がすごいあのおっしゃってるんですけども、やってますね、はい。おー、どうだ、N1、 小辻選手の連続スコア、小辻選手 の、 あの中へのドライブが、はいはい、さっきからよく決まってますね、うん、再び勝ち越し、対照的なチームですけどね、うん、今設定と面白いですね、はい、そうですね、全くこのタイプの違う両チーム、果たして結果かわいかに、フェイダーウェイダー、コーツジクッ、うおお、今宇宙船が揺れております。すごいですね、なかなかここまでのヘビー級のチームは見れないですよ ね、 、はい、ですね。ここで TV タイムアウト、まもなくゲーム再開です。両チームともしっかりコミュニケーション取り合って、いよいよ終盤、2点を追いかけるブルー、シールズドットエグゼのオフェンスから、さあまずはどんなプレーで来る、さあ岩佐選手やっぱ上手いですね、相手のことよく見てます、はい、ここはリバウンドで勝てる、2つ連続でファールを献上、佐々木選手交代します。チームファウルはまだ4つです。ベレドットエグゼ、もらったフリースローを決めていきたいですね、うん、ここは決めて1点差、森田
おお。狙いは惜しかったんですけどもね、うん、ちょっとタイミングが悪かったですね、はい、もうちょっと早くターンしてればしっかりかかったと思うんですけど、なるほど、はい、岩佐一人外して、ここは強い、イカサ、森田果敢にリバウンドに行ったけど、これがファールコールです。レイレファール 6つ目ですので、はい、ちょっとこの残りまだ2分51秒ありますので、うん、ちょっとここがキーになってくるかと思います。そうですね、ここはファールにも気をつけたい、はい、シールズを今2人インサイド入れてどんどんアタックしたいですね、うん、そのビッグラインナップです。シールズ逆にこうやって簡単に2ポイント打たせちゃダメですね。イバサ下がってステップバックの2、グオー、やっぱ岩佐選手も、こんだけ2人リバウンドやると思いっきり打てますよね、はい、そうですね、思い切りよく打ってます。多少こう無理な体勢でも打ちやすくなりますね、はい、うん、ただ岩佐選手、ステップワークとかやっぱ非常にうまいですね、はい、うん、はい、そうですね、まあ、ストリートレジェンドですけれども、やはり経験値も豊富なプレイヤーですので、はい、岩瀬選手の、ね、門下生はもう今や後を絶たずという、はいはい、うん、ナイスパス、これはいいプレイ、ミドル落ちます。15対15、ちょっと両チーム疲れが見えてくる時間帯ですので、はい、ここでどっちが、集中を切らさずやりきれるかですね、うん、はい、この展開でいくとチームファールがもう7つのピンクのベーレ、ファールにも気をつけながら1点勝ち越しです。相当打ってくる、決まった、決めてきましたね、僕もなかなかあんま見たことないです見事に決めてきました、はい、さあしかしながらすぐ勝ち越し、17対16、2ポイント、いいところできた、さあ逆転、さあ早くなってきた、はい、いいわ、さあ、うう、飛ばされた、チャンス、フリーになって、いや今のスクリーンちょっと効いてますね、森田選手に、ちょっと微妙なところでしたけどね、はい、ファールかどうかっていうところ、タイムアウト、タイムアウトはシールズ.exe、ここで 3x3.exe プレミアよりお知らせです。 3x3.exe プレミアでは2021シーズンに向けて新たにリーグ参入へ目指すチームオーナー様を募集しております。他のスポーツにはない独自のオーダー制度により、低コストで誰でもチームオーナーとなり、マーケティング活動や地域活性化への活動、地域を代表して日本一、世界一を目指すことが可能となります。来シーズンの募集につきましては申請締め切りが迫っております。ご興味のある方は YouTube 公式チャンネル概要欄に記載のリンク先よりお問い合わせください。さあいよいよ終盤戦です。17対17の同点で残り1分14秒、エンドリバウンド取れます、クー、これは
ファールのコール、ディファールですね。勝負どころリバウンド一つ、はい、大事ですからね、はい、でここでファールが重なっているので、シールズがちょっと有利ですね、はい、さあしかしながら大事なツーショットです。しびれる場面、1本目きた。2本しっかり決めて速攻、しかし今度はどうだ、1人吹っ飛んでる、戻ってきた遠藤、うおっと、ナイスルース。しかしながらショットクロックバイオレーション、守りきったベイレー、はい、思い切って2人で行きましたね、はい、チャンス到来です。2点を追いかけるピンクのベイレードットエグゼ、岩佐選手戻ってきたのでシールドはちょっと、落ち着いてプレーしたいですね、はい、モリタ、ツーポイントショットに対するファールをコールです。そうですね、ツーポイント打たせたくない気持ちは分かるんですけども、うん、ちょっともらった時にはもう遅かったですね。止まれなかったのは中村選手、ここも大事なツーショット、はい、両チームともに大事なツーショット、しっかり2本決めて同点。さあ19対19、出たツーを打つ、決まればノックアウト、両チームともツーが決まれば KO だ。森田ツーポイント KO、 ビッグショットは森田決めてきましたね。決めましたね、やはり最後勝負強い男。 3x3.exe プレミアジャパン2020カップパワードバイアクエリアスゲーム2 21対19、ファイナルスコアウィナーはベーレードットエグゼ、映ってますよ。